2004年3月15日に記念すべき最初の殿堂入りカードに選ばれた明らかに設計ミスなドローソースがなぜか今も使えて人が死んでいる話、ストリーミングシェイパー。どう考えてもプレデンが妥当な殿堂入りカードです。テキストを確認したい方は動画の一時停止を。現在は秘密マジックに採用されています。一つ前の環境では皆さん大好きサガループに採用され、最強の上振れ要因としてあまたのサガメタを葬り去ってきました。他にも水タンムートピアやカリアドネループなど例を挙げるとキリがありません。バカのカード、何が3マナ4ドロじゃボゲ。毎回何かしらの水多めデッキに入ってもクソほど悪さをし、電動だしいいよねというノリで許され続けてきたこのカード、なんだかんだ今後も許されるんだろうなとは思います。特にアクアビブラートから繋いだ時がもう最高にクレイジーで、カラクリバーシや革命人はもちろんドローソースやボンキごとを全て回収しつつ後続につなげます。正直ね、もう先さんで絡むと大体世界が終わります。アクアビブラート革命チェンジカラクリバーシからとりあえずってターン返すだけでももう十分クソ強ですしね。しかもデメリットである水文明以外が墓地に落ちるテキストも、呪文であれば革命人でそのまま墓地から唱えられるのでもう全く問題なし。パーフェクトファイヤーやもうファイナルストップが墓地に落ちたらもうむしろアドバンテージ。墓地利用系のデッキであればもう後続だけ回収しつつ墓地肥やしという扱いに。唯一懸念すべきはショートショットマグナムが墓地に落ちて回収不可になってしまうことなので、その点だけ注意してプレイすれば基本的に引き毒打ち毒なバカ野郎でした。そんな第3弾が生んだ明らかな設計ミス、ストリーミングシェーパーに関する意見感想エピソードはコメントまで。また画像の条件でコメントをくれた方から抽選で1名様にプレイマットとスリーブのセットをプレゼントします。たくさんコメントしてこのシリーズを盛り上げてください。それではまた次回。